本日12月7日の9時48分でございます。今日はね、どういう日かと言いますと、ソニーアルファ7-4の予約開始日なわけですよ。でその予約が12月7日の10時からというわけで、今予約開始12分前というタイミングでございます。まあ、今回の動画は僕がアルファ7-4を買うっていうだけの動画になります。というわけで、少しのお時間ですが、お付き合いいただければ嬉しいです。はい、というわけで、あと12分あるんですが、何をお話しするかというと、いや、皆さんアルファ7-4どうですか？ワクワクしてますか？僕は、ワクワクしていないんですよ。これもちょっと悲しいんですけど、じゃあ買うなよって言わないでくださいよ。買うなよとか言わないでくださいよ、ちょっとそこは。なので、僕がワクワクしていない理由と、なんで買うかっていうところを、12分かけてちょっとお話ししますね。もちろんそのカットするんで12分はかからないです。ちょっとお待ちください。2、3分にするんで。7-4も正直、見た目は S3 なんですよね、ほぼ。で、僕が持ってるカメラは S3、この S3 と7-3ですね。このセットを持ってる人結構多いと思うんですけど、なぜワクワクしないかというと、S3 の高画素劣化版みたいなイメージ、ごめんなさい。こんなん言ったら怒られるかな。こんなん言ったら怒られそう。でもそんなイメージなんですよ。S3 よりも動画は劣化していて、でも写真としては綺麗だよ。だからもちろん、このビヨンドベーシックっていうんかな。このテーマにすごく沿ってると思うんですけど、7-3 を持ってて、S3 を持ってたら、すごく中途半端なんですよね。スペックが。そこまで言うなら、じゃあ買うなよっていう。お声はすごく聞こえるんですけど、僕が今回買うことを決めた理由なんですけど、単純にカメラが足りてないからなんですよ。カメラが足りてないんですよ。これどういうことかというと、うちはという表現になるんですが、僕の妻が写真、フォトグラファーなんですよ。で、僕も写真と動画を撮るんですけど、二人で現場に行くことがあるわけですよね。僕が動画を担当して、妻が写真を担当するっていう、このポジションになったりするんですけど、写真ってやっぱカメラ2台欲しいんですよ。レンズを都度交換しないといけなかったりするので、1台だと。だから、2台持って写真の現場に行くみたいな。で、結婚式も撮ったりするんですけど、結婚式だと1台じゃやっぱ足りなくて、さらにその1台で全て撮影してしまうと、やっぱりそのカメラがトラブった時になんか対応ができなかったりするので、普通に2台欲しいんですよ。で、僕が動画で1台使うみたいな感じですね。だから、今って S3 と7-3しかないんで、単純に足りてないんですよね。そういう現場に行くと。いやいや、じゃあ、7-3変えようとかね、言われるかもしれないんですけど、これも一応お話ししておくと、7-3の色味と S3 の色味って本当に合わないんですよ。色味を統一させたいんですよ。S3 と7-4で色味がおそらく一緒になるはずなので、そこで統一させたいんですよ。いえ、でも写真で僕が2人で現場行った時に僕が S3 使ったら結局こっちは7-3と7-4になるやん。いや、それは分かってるんですよ。それはもう致し方ないんですけど、僕が一人で写真撮りに行くこともあるわけですよ。その時に7-3と S3 持ちたくなくて、7-3と7-4で色味を統一させて写真を撮りたいわけですよ。とか、動画の現場でもやっぱカメラ2台使うことも多くて、S3 と7-4でみたいな感じで、そういう配置でいきたいんですよ。いやいや、じゃあ S3 もう1台買ったらいいやんっていうお声も聞こえるんですけど、もちろんそれも検討したんですけど、やっぱり値段が S3 の方が高いっていうのと、やっぱ写真を撮るなら7-4がいいじゃないですか。高画素なんで。だから僕が求めてたのはある程度高画素で、色味が S3 と同じっていうところだったんですよ。ってなると選択肢はもう α1 しかなかったんですよ、今までは。今までの選択肢で言うと、α1 しかなかったので、僕はこの7-4で、ある程度高画素で、S3 と同じ色味の機体っていうのを、希望してたわけですよ。で、見事にそれが発売されるっていうことなので、購入に至るというわけです。なので、今、僕が述べてた理由だけで言うと、本当にワクワクしないんですよね。なんか、ちょうどいいのが来てくれただけで、この機能がワクワクするから買うとか、なんかそういうのが本当にないんですけど、皆さんどうですか？なんかありますか？ワクワクするポイント。でも、なんて言うんでしょう。必要十分な機能が備わっているっていうところで、で、α1 を、すごく高額なカメラを買わずに済むっていう意味ではすごくありがたい存在ですけどね。やっぱ倍以上の値段するじゃないですか。4よりも。
なんか僕悪く言ってるみたいに聞こえるかもしれないんですけど、すごくありがたい存在だと思ってるんですよ。さっきも言ったようにアルファ1を買わず、あ、10時になりました、10時になりました。ちょっと更新してみましょう。予約できるのか、予約まだ、あれ何これ、予約まだできないの、あれまだかな。ちょっと戻って、アルファ1 7 4、さあどうだ、できない、なんで、これは違うもんね。これ、あ、キットレンズがね、なんか発売遅いんですよね。これなんでなんだろう。やばい。混雑している。混雑しています。ネットが。ネットが混雑していますね。あ、まだ予約できない。カートに入れれない。なんでや。カートに入れれないですね。ちょっとだけ待ちましょうか。どこで購入できるんでしょうか。まだカートに入れれない。一応10時からっていう風に聞いててんけどな。ツイッター見よう。ツイッター見ます。え、もう購入してる人いるやん。なんで僕だけ買えないんですか。ちょっと待ってくださいよ。どこで、僕だけちょっと購入まだできてないんですけど、ちょっと待ってくださいよ。あ、これか。あったあったあった。ありましたね。328,900円。だから33万ですね。あ、予想通り、僕のクーポンを使わせていただくと、5万円引きで、購入価格が 279,565 円、税込みですね。まあ予想通り28万円で購入できそうです。というわけで、これでレジに進む。え、未選択の必要があります。あ、全部必要ないです。行かしてください。この先に行かしてください。これ、なんかしないといけない。あ、ここですね。OK です。安心プログラム。これは、選択しないでいいんかな。安心プログラムって何でしたっけ？アルボンナさん。あ、これはでもいいです。プロサポート入ってるんで、必要ないです。長期保証サービス。これも、僕は標準でいいです。プロサポートに入っているので。必要ない。やっぱちょっとネットが重いな。みんな買ってんのかな。無料でできる講座は必要ありません。はい、次。おすすめのレンズ。いらないです。いらないですよ。何も。今回はレンズは買うつもりはないので、レンズを選択しない。すごい！めんどくさいなぁ、これ。全部、選択しないって全部選ばせるんですね、わざわざ。めんどくさいですね。いらないですよ、何も。何も買う気はないですよ、僕は。はい、レジに進みます。え、選択での商品の現在、え、売り切れた、売り切れました。選択いただきました商品現在購入いただけません。売り切れました。ちょっとツイッター見ます。え、そんなに、え、ほんまにレンズ買わへんからかな。レンズ買わへんやつには売らねえよってことかな。そんな、はい、え、買えない。いや、そんなわけない。もうちょっと一回ホームページを更新して、ちょっと待ってください。ちょっとなんかバグってるみたいなんで、ちょっともう一回チャレンジしてみますね。あーはーはーはまあ選ばないといけないですよね。なんかでもクーポンもなんか反映されてないのちょっとおかしいので、一回ちょっと戻って、なんかクーポンが反映されてないんですよね。何かがおかしいな。クーポンが反映してくれないな。もう一回ちょっと選択してみましょう。これはやっぱちょっと何かがバグっちゃってるみたいなんで、ちょっとゆっくり選んであげましょうね。選択しない。で、残念でしょ。で、受講しません。で、レンズは何もいりません。レンズを選択しない。パンクしてるんかな？やっぱ購入のこのレジがパンクしちゃってるのかな？これで、よし、レジに進む。あ、いけた。いや、ドキドキした。ドキドキした。いけましたね。
買うやん。みんなめっちゃ買うやん、朝10時から。はい、はい、というわけで、今回の動画はα7-4 を、ワクワクせずに買おうとしたら、本当に買えなかったっていう、動画でした。ご視聴ありがとうございます。まあ、続報があればまたご報告させていただきます。ちょっと悪く言いすぎたかな。悪くは言ってないんですよ。でもワクワクしないしか言ってないし、だってワクワクしないんだもん。ワクワクしない。でもいいカメラですよ。すごくいいカメラだなと思ったから買うんですよ。だってワクワクしないから買わないなんて言ってないじゃないですか。ワクワクしないけど、すごく、いい意味で言うと、すごくそのバランスの取れたカメラだなって言ったじゃないですか。アルファ1買わずに済んだし、だから欲しいなと思ってたんですけど、ちょっともう売り切れみたいです。ご視聴ありがとうございました。さよなら。